はい、テニスラジの白川です。今日はですね、テニスに見切りをつけるとき、なんかこうドキッとくるような言葉ですけどね。まあ、今回のですね、タイトルはまあ、テニスと学業の狭間で、いかにまあ、両立か、それとも選択かと、いうことですね。で、ちなみにですね、これはテニス一本でね、本当に頑張ってきた。もう、保護者の方からね、ちょっとプロにしたいんですけど、とかってね。そのレベルで来た子が、まあ、いかにその、なんですかね、テニス一本から見切って、なんですか、ちょっと勉強の方にとか、大学の方にとかっていうふうに、こう、どういうふうにね、判断してやってきたかと、いうことでお話をします。で、それはですね、まあ、別にプロになるわけじゃなく、まあ、普通のね、高校で、まあ、テニスもして、勉強もしてっていうふうなことでね、考えてるご家庭もね、やっぱりその中学入ってからとか、いろいろ進学のこととかでね、悩むことがあると思うんですよ。そういう方にもね、少しね、参考になることはね、あるんじゃないのかなと思います。ですね。あくまでも例は、プロを目指してきた子が、いかにこう、まあ、見切ったというか、こう、その辺をどう判断してきたかということをですね、例にして、お話をね、ちょっとしていきたいと、思いますですね。で、なんですかね、まあ、まあ、テニスをやってるとね、まあ、最初こう、まあ、文武両道でこうやってた、ね、やっていいんだけど、思ったよりテニスが上手になってきた。ね。うわ、上手になった。やっぱりテニス一本にしようかな。そういう家もありますしね。逆にテニスをずっとやってきて、まあテニス上手なんだけど、テニスも上手でいい成績なんだけど、ちょっとやっぱりいい高校入りたいから、ちょっと受験の間とか、もう、あとその最後のこの、3年生の1年の間はテニスを休んで勉強に集中した方がいいのかなとかね。中にはですね、やっぱりこう、今こう留学とかね、こう海外にどん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 出ていく子いっぱい増えてますから、うん、もしかしたら留学も考えるかもしれない。ね。わかんないけど、かもしれないっていうね。そういうご家庭もこう、あってね。あります。まあ逆にもうきっぱり、もうテニスはやめる。勉強っていうふうなね。まあいろんながあると思うんですよ。ね。で、なんですかね。まあそこでね、どういうふうにね、それをこう判断していくかと、いうことですね。まずね、ちょっとまあ、話はね、ちょっと、少しこうずれるかもわかんないんだけども、最初テニス始めるときね、これはもうみんなそうなんだけど、小学校の頃まではね、小学校のね、まあ低学年から、まあ何年ぐらいかな、まあ、中学受験、する子はまあ、ね、そのするぐらいの時期ぐらいまではですね、やっぱりね、プロを目指すっていうね、経験をね、してほしいと思うんですよ、やっぱり。で、そのテニスのプロを目指すってなるとね、やっぱり相当努力はしなきゃいけないじゃないですか。ね。でも、我々、みんな何かのプロなんですね。コックさんも、床屋さんも、銀行員も、営業マンも、みんなプロじゃないですか。ね。そのプロで、その、分野で、極めるためにすごい努力をしますよね。で、それはね、テニスもね、同じなんですね。テニスのプロを目指すも同じじゃないですか。ですね。なので、小学校の小さい時はね、プロを目指すっていうことは、その予行演習みたいなもんですよね。やっぱりこう、なんですか、もうテニスのプロを目指すんだったら、体作り、ね、ちゃんとご飯も食べなさい。ね。で、無駄な時間はするな。空いてる、もう自分がテニスを目指すんだったら、好きなこともちょっと我慢して、努力しなさいという努力を覚えるんですね。そういうふうにして、まあ最初、プロだやるわけですよね。で、あるおじいさんがね、こう、お孫さんに言ってたんですよ。ね、どうせのならプロ目指せってね、何やるにもプロ目指せとか言ってね、勉強それでも、まあ、プロ目指せって、まあ、プロとかなんかわかんないけど、そんなん言ったの覚えてますよね。なので、やっぱり一生懸命するっていうね、そういうことはすごく大事ですね。で、まあ、そうやって、プロになるんだと思ってね、一生懸命、こう、子供は頑張ってるんですよ。ちっちゃい頃ね、プロだって言ってね、一生懸命頑張ってるんですよね。いやもうプロを目指せとか言われてね、プロをこう目指してきたのに、いきなりね、辞めることを考えさせられなきゃいけない時期が、来るですね。まあ本人が諦めたんだしゃあないけど、何かこうちょっとやっぱりこう変えさせなきゃいけないっていうこともね、こうぶつかってくるわけですね。最初ね、そういうふうなことだとね。
で、その競技テニス、まあ、プロを目指すの、プロを目指すの競技テニスにもしましょう。競技テニスをね、見切りをつけるっていうね、私もそうなんですね。もうある時期にね、もう16歳、まあ、高校入ってからね、もうある、もうトップをずっと来た子にね、もう、ここで置いとこうってね。ちょっともうちょっと勉強の方に切り替えるか、何かにしていこうって、言った時期もありますですね。多くが辞めていきましたですね。また、まあ、中学ぐらいの中頃で、もうテニスは終わり、もう勉強に集中しって言った子もいました。勉強できる子だったからね。で、まあ、大阪の一桁ランクだったんですよ。でももう、その時で、もう終わり。お母さんにも話して終わりっていう、まあ、そういうのもありましたですね。まあいろんなコーチによってはね、もういるんですよね。その子の可能性とかその子の先のことをね、決めつけてどうすんだっていうふうな、もういますけどね。でもね、実際のところね、なんですかね、確率の問題でね、その子が崖に向かって歩いてるんですよ。で、崖に向かって歩くっていうことはね、転落しちゃうんですよね、やっぱり。で、多くが転落するんですよ、正直言って。もう見ての通りですね。で、中にはね、わー転落するぞーっていうのに飛び越えちゃってるやつもいるんですよ。でもそんな何人いますっていうことですよね。なので、例えばこの進む道によってね、ある程度まで来たらもうその終局図って見えるんですよ、大体ね。その時にね、やっぱり決めつけるなっていう人もいますけど、やっぱり責任がありますからね。最終的な判断するのはご家族であり本人かもわかんないですけど、やっぱり、そこに関してはもう正直なね、意見を伝えて、で、もう本当に、辞めていった子供はいます。ね、うちではね、もう今日で終わり、今日でって言ったらもう今日で終わりって言わなきゃいけない時も実際にありましたですね。で、まあ、ご家庭でもね、やっぱり保護者もテニスはさせてやりたい。ね。でも勉強もあるし、ね。で、本人がね、もう本当に何て言うんだろう、こう、親を説得するぐらいね、なんかこう、やる気があってね、いや、っていうのがあって、親の方もね、もしかしたらやるかもしれないか、ちょっとかけてみようとか、ここまで言うなら、ちょっとさせてみようって言うんであれば、まあもうテニスで行こうっていうのも、まあこれも一つの手だとは思いますですね。でもまあ、保護者がね、こう悩むときに、ちょっとお子さん見てね、もうなんでテニスさせてくれるの、もっとやったらもっと私は強くなるのに、もっと塾を減らしてテニスをさせてくれとかね、プロになりたいんだってね、言ってる割にね、家帰ったらね、もうゴロゴロしながらね、ポトしても食べながらね、ゲームやってんすよべーって。ね、まあそういうの見たらね、もうさっさと勉強させた方がいいです。正直言ってね。で、もう本当にね、本気でアスリート目指してる子のスケジュールっていうのは、まあブログにも出しますけど、もう朝から晩までみっちりですよ。で、帰りの車の中でもストレッチとトレーニングしてます。ですね。もうそんなんですよ。で、それをね、家帰ってね、ゴロゴロっとしてるんだったらね、もう多分、そんなアスリートなんて、無理ですよ。ちょっとなんかあったらね、もう念上げてやめるのももう分かってます。ですね。で、正直、じゃあ、勉強するかやったら多分そういう子って勉強もしてないんじゃないですか。なんか塾は行ってるけど成績悪いっていうタイプになんかそんな多いような気がしますよね。で、そこはなんか、見直した方がいいんじゃないのかなと、思います。ですね。で、まあ、あると、じゃあまあ本気でやってる子、ね、もうプロを目指して、ね、もうアスリートを目指してやるんだっていうね、そういう子に、じゃあまあいつ印籠を渡すのか、ね、まあ印籠を渡すってちょっと言い過ぎなんだけど、まあ中にはね、もう国際大会出たいとか ITF とかどうのこうのってこういう話もよく聞きますね。で、もう正直言ってね、なんていうかな、まあこれ、まあ、あくまでうちの考えですよ。まあ他の人は知りませんよ。他のクラブはどんなか知りませんけど、まああくまでもまあうちの考え。で、方針じゃないけど、まあ、いた例で、実際の例で、ちょっとね、伝えていきたいんですけども、まあ、その前に、そもそもね、ITF で何のために回るのって、まあ、そこがないんですよ。ITF 回りたいとか、お子さんが言うでしょ。で、また、ご家庭も ITF 回らすんですってね、いるでしょ。何のために ITF 回るんですか？そこなんですよね。でね、よく聞いたらね、
帰ってきたのが、大阪のスーパージュニア出たいからとかね、スーパーそれ思い出作りなんみたいなね。でなんかのカンボジアかどっかなんかしなきゃあんなとこまで行って、ダブルスかなんかちょろっとしたポイント取ってね、でなんか大阪のスーパージュニアかなんかにかかって、で予選でコロッと負けるんですよね。なんかね、まあスーパージュニアも今なんかグレードがガーンと下がっちゃって、グレード A だったのかな、もう A じゃなくなったんですよね。もうポイントがバーンと下がっちゃって、まあコロナのこともあってね。なので思い出作りで回るのって言って、でそれで何十万もお金かかるのとかね。いやグランドスラムに行きたいからっていうね。でグランドスラム行ってどうすんのって、こういうことでしょ。いやまあそれは人の勝手だと思うんですよ、ね、でまあちょっと今の規定わかんないですけど、まあなんでグランドスラム回るかっていうと、あれもう年齢でね出るし、ちょっと回数決められてて、で、ポイントもらえるじゃないですか。ポイントの取り方もだいぶ変わったみたいですね、最近ね。で、確か私の記憶ではですよ、多く取ったポイント出たの、上から6つぐらいトータルして世界ランキング取ると取れるんですよね、確かね。で、ということは6つ集中すればいいんですよ、極端に言ったらね。でその中でまあそういうのをこう重ねていって、まずジュニアランキングのね、トップ100入ったら、1万5千ドルにエントリーっていうか、なんかこう、選出される、なんかこう、枠みたいなのがあったと思うんですよ。で、そこからなんとかこう、1万5千ドルの試合にこう、エントリーできるように、そこにスイッチできるようにって考えて、やっていくために回っていくですね。で、だけども費用も考えてっていうふうに、まあ、うちらはまあ、そう考えてたので、で、まあ、うちの例で言えば、まあ、中学の間に、まあ、その、まあ、オーストラリアオープンとかいうグランドスラムには、まあ、もう、回ってたとこはかかってたので、で、その、高校入るまでにそれね、かからないんであれば、まあ、高校入ってね、まあ、それでもまず、そういうのがあるんだったら、ちょっと ITF のね、上のグレードをポンポンポンと回っていって、あと全日本ジュニアとかね、ああいうのにこう、まあ、絞っていって、で、うまくその1万5千ドルとかそれにかかるところにこう、ランクをこうアップしていこうっていうことなので、その、何の、高校入って、まあ、まだグレード5とか4とかって、まだ待ってんのって言うんだったら、まあ、お金あるとこいいですよ。お金があるとこだったらいいんだけど、まあ、それ、もう、なんですか、その貯めといて、大学入ってからの、まあ、その、なんですか、その ITF の試合に回るのに貯めとくかなんかして、まあ、インターハイか国内のちょっと試合にちょっと集中した方がいいんじゃないのっていう、こう、お金的に無駄でしょ。まあ、いや、もうお金いっぱいあるからってなら別にいいんですけど、だそういうふうな、なんかこう、プラン立てもないのに、なんか思い出作りのような感じで ITF をこう回ってるような、そんな感じがね、なんかこう、多いんですよね。なので、もうその時点16歳、まああくまでも、まあもうそのレベルになると、まあ強豪校はどこでも入れるよっていうレベルね。強豪校はどこでも入れるよっていう子なんだけども、もう ITF はもう終わりってね、いうふうにしておいて。で、まあまあ高校でもね、もうその、高校でまあ大体ね、うちにいた子だったら、全日本ランク、プロの方のね、全日本ランク、日本のね、50位ガイド、まあトップハンドっていうの入るんですよね、そのいう子って。で、そのレベルでも、世界ランキングね、世界ランキングの、その、もう300位ぐらいとかに届かないんだったら、もうプロではなくて、大学テニスの方にこう移行していく。正直ね。そうしたらスカラシップが取れるし、お金かけずにそっちに入っていけるんですよ。で、まあ正直その大学のテニスでも ATP とか、WTA のランカーいっぱいいるからレベル高いんですよね。で、ああいう人だって、その、高い、もうその、世界ランキングのその、もう300位、400位なんていう、プロのですよ。で、言うたって、もう回ったってもう、そんなお金になんないし、だったらもう、もう大学の方でっていうね。もう今なんかだってベテランのフェデラーとかあの辺がもうそんな、あんな高齢でももう頑張ってたから、もう若者がなかなか勝てない時代だから。だからもう大学の方にね、こうスイッチしていくっていうね。で、それだったらもう大体こう高校の時点でね、まあ、中学の時点で見ててね、あ、高校2年、まあ、スカラシップの、例えば、
スカラシップでも、アスリートスカラシップと、ね、勉強のアカデミースカラシップあるんだけど、まあ、アスリートスカラシップが使えるそうなん、使えるようなんだったら、まあ、成績も、まあ、そこらに、まあ、ね、キープしながら、キープっていうか、はするんだけども、まあ、ちょっと勉強の割合をね、こう多くしていって、まあ、英語勉強しなきゃダメじゃないですか。ね。だからそっちの方にちょっともうスイッチしていくっていう風な、勉強にスイッチしていくっていう風な、方向になりますよね。もう自然的にね。で、実力はもうない子ね。ないけど、まあ、将来のこと考えたら、まあ、語学も含めて、アメリカの大学行くって、アメリカの大学、卒業したら、日本の大、例えば、大卒の初任給で230万か300届くかどうかでしょ。そしたら、アメリカだったらもう500から700ぐらいあるから、初任給でね。だからそういうのを現実的なことを考えていったら、じゃあアメリカの方かなって、でアメリカでもテニスしたらいいからっていうことを考えていったら、もう早めにね、なんていうんですかね、もう高校入る前ぐらいに、ってか、まあその時にはもうなんていうのかな、もうまあ見切るって言うか、まあ別にテニスやめるわけじゃないんだけど、勉強の方の割合をちょっとバーッとこう大きくしていくっていうふうに、考えていくっていうのが、まあ、当たり前なのかなと思うんですよね。で、まあ、そのテニスは、端にも棒にもかかんないんだったら、ね、まあ、テニスやめる必要ないですよ。もう多くの子がもう塾も行って、で、テニスも一生懸命やってって、もう、喘ぎながらやってますけど、もうそれでいいと思うんですよ。もう一生懸命それやって、で、あとインターハイ目指して、頑張ってもらって、ね、いうことがね、非常にこう、大事だと思います。ですね。なので、なんていうんですかね、ある程度こう、まあ、目が出ない人はおかしいんで、決めつけたらダメなんかもわかんないけど、まあ、現実を考えた場合、早めにね、ちょっと勉強の方にもうスイッチしていって、で、もうギリギリだったら、もうちょっと自分のテニスのスタイルも好きなこともあるかもわかんないけど、ちょっと現実見た内容にちょっとスイッチをしていって、勉強と、テニスと、苦しみながら、やることが大事かなと思います。で、その苦しみはね、決してね、無駄ではない。無駄な時間じゃない。ね、そのうちにね、後から、その成果はね、絶対わかります。ですね。答えになったかどうかはわかりませんが、少しでも参考になればと思いますので。では、頑張ってください。